何かあるぞ。こりゃ珍しいぞ。お願いだからこっちへ来ないでくれよ。僕はリヒトと言います。なんとかこの島に漂着したまでは良かったのですが、森で獣に散々追い回された挙句、怖いおじさんにも追いかけられて、すみません、追いかけられるとつい。よ、アドル、戻ったみたいだな。ドギ、一体何があったのです？ああ、それなんだが、みんな、落ち着いて聞いてくれ。バルバロスの旦那が何者かに切りつけられて倒れちまった。お、獣か何かにやられたのか？いや、それがどうも相手は人間らしい。本当なのですか？一体誰が何のために？キルゴール先生によれば、幸い命に別状はないとのことだ。詳しいことは今から話す。ひとまず休息所まで来てくれないか。やあアドル君、大変なことが起きてしまいましたね。アドル、来てくれたのか。このような格好ですまない。Thank you.
ニーモってのはロムンで七種を意味する言葉だ。私の足が。カーラン教。大丈夫なのか。こいつは。血だわ。両足にバルバロス船長と同じような傷を負っているようです。ってことは。この辺りにまだ七種がいるってことか。カーラン教の手当てが先です。アドル・クリスティン、とにかく助けを呼びましょう。
一体何なのだ。獣どもの襲撃か。ずいぶん近くで聞こえました。まさか。間違いねえ。もしかしてサハダのおっさんを襲ったっていう異形の獣か。ああ。おう、任しとけ。お前さんも気をつけろよ。
任せた。やっ、やっ、戦況報告。爆発力。日本部長。戦況報告、戦況報告。ロギハン近郊、ロギハン近郊。これが俺様の実力よ。わあ、すごいです。油断せず行こう。戦況報告、戦況報告。援護してあげるわ。ロギハン撤収。参りましょう。戦況報告、戦況報告。どんどん攻めましょう。僕の番だな。奇襲だと。今行きますね。戦況報告、戦況報告。これでしのいでください。さて直すとすか。もう壊されんなよ。大丈夫ですか。さあ、今はそちらへ。皆さん、同じに一気に決めましょう。ま、ざっとこんなもんだ。ほう、お見事です。もう一押しだな。今はそちらへ。皆さん、お大事に。バツブチか。これが俺様の実力よ。はっ、大したもんだ。やりましたね、皆さん。おうよ、お疲れさん。よし、上出来だ。やるじゃない。ま、ざっとこんなもんだ。お見事。大したもんだ。
相変わらずしぶといやつだぜ。このままでは。なんなのだあれは。あいつら、なんだってここに。あれは…助かったのか。どうやらそのようですね。あれは、あの獣は、おそらく古代種と呼ばれる生物です。古代種、確か見張り小屋のメモに書かれてた。遥か太古の昔、圧倒的な魚力を持って地上を支配し、やがて絶滅した巨大な生物たちがいました。その生物たちの総称こそが古代種。まるで爬虫類のような容姿や獰猛さは彼らの特徴なのです。何を言い出すかと思えば、見たこともない大昔のことがなぜわかるのだ。僕も聞いたことがあります。古い地層から巨大な生物の遺骸が見つかることがあるとか。最近はロムン帝国の学術機関でも研究が始まったそうですね。ひょっとしてジョーちゃんはその古代史とやらに詳しいのか。ええ、そのいろいろとあって知識はそれなりに。すごいことじゃないか。ジョーちゃんがいてくれれば奴らへの対策ができるかもしれん。そういうことなんだろう。どこまで力になれるのかまだ分かりませんが、相手の正体が何も分からなければ恐怖は膨らみ上がる。知っている者がいるということはそれだけで心強いものです。そんな謙遜するなってな、アドル。何を分かったような顔をしているのです。それにしても古代種と七種の切り裂き魔、俺たちはその二つの脅威にさらされているってことが。いい加減にしてくれ。古代種だかなんだか知らんが、七種だけでも恐ろしいというのに、もうこんな島にいるのは耐えられん。お前たち庶民どもと同じ空気を吸うのもうんざりである。
やれやれ、世話が焼けるおっさんだぜ。登りにくいのでしょう。ありがとうございます。縄ばしごを登るのは初めてで、これほど不安定なものだとは思いませんでした。やれやれ。そうですね。でも今日はいろいろあったせいか、なかなか寝つけなくて、その他にすることも思いつかなかったものですから、これを。もしかして。一応初めて作ったものですから、味の保証はいたしませんが。よかった。ちょうど空腹を満たせるものを考えて作りました。そういえばヒュンメルには会いましたか？どこへ行っていたのか聞いたら、教える義務はないとか言って。一体何が目的なのやら。さすがにお見通しでしたか。少し長くなりますが、聞いていただけますでしょうか。私は父から古代種のことをたくさん学びました。父は貴族であるとともに、考古学、特に古代種の研究を専門とする学者でした。私は幼少の自分から研究室に出入りし、よく発掘調査にも同行したものです。私は父が大好きで、そして誰よりも尊敬していたのです。ところが、私が16歳を迎えた頃、父は古代種の研究や調査に傾倒するあまり、屋敷に戻らなくなりました。父が領地経営をないがしろにしたことで、やがて領民たちは暴動を起こしました。兄が当主代行となることで、なんとか暴動は収めたのですが、一度揺らいだ領民たちの信頼を取り戻すのは容易ではありません。その後、竹の計略もあり、兄は失脚、母は新郎から部屋にこもるようになりました。そして今から3ヶ月ほど前、ついにロズウェル家に爵位と領地を返上するよう命が下りました。このままではロズウェル家は。私はそのような父から授かった知識を、自分自身のすべてを疎ましく思うようになっていきました。そして居場所を失った私は、屋敷から逃げ出したのです。先ほどは戸惑いました。私の知識が役立つことなんて
状況を考えれば不謹慎ですが、その居場所を見つけた気がして。そうだな。ありがとうございます。でも私はそれに甘えるわけにいきません。父を、あの人を一番理解できるのは私だと思います。だからここを脱出したら、私は父を探すつもりです。私の本当の居場所を取り戻すためにも。ありがとうございます。それとですね、私、あなたに謝らないといけないことが。父は貴族でありながら自由闊達な気風の人間でした。そのどことなく冒険家であるあなたに面影を見ていたといいますか、なんとなく顔つきも似ているせいか、そのこれまで強く当たってしまって。ごめんなさい。初めて会った時は私も余裕がなくて、今では私の八つ当たりだったと反省しています。さて私はそろそろ休息所に戻ります。このような状況で話を聞いていただいてありがとうございました。そのおやすみなさい、アドル。これはとっておきよ。それじゃ、また。